げんよう。今日はですね、生徒さんでもあります DJ のエリちゃんと一緒に六本木でご飯を食べます。楽しみです。ここからちょっと散歩します。大将からうまい酒をいただきます。嬉しい。これは何のお酒なんでしょう。これは秋田のカリオというお酒なんですが、カリオは全国区なんですが、このカワセンというタイプはあまり見ることないかなと思います。いただきます。六本木の悲願さんが来てます。DJ いろいろやってるエリちゃんです。生き物の生徒さんでもあるんですけど、よくこう一緒にご飯も行ったりするので、今日はこちらの方に来てます。はい。大将。はい。うまい酒をいただきました。うまい酒出してるんですが、どうですか。いただきます。はい、はい、うん、美味しい。ここという、朝月の目みたいなやつで、今回は雪を掘り返した土の中から出てきた目を、からしす味噌で合いたいと思います。はい、いただきます。こちらのバッチの、うん、それは、うち特製の塩からです。うわー、美味しそう。うん、そしてご飯食べたら、うん、ペアリングで出すと、いいですね。うん、それは日本酒好きなんだね。うん、そうしてこのイワシのつみれ、まず食べ物の分かしようか。わー、美味しそう。いただきます。ボロボロです。大将からいただきます。イワシのつみれ、これどうですか。あー、これは、はい、ピーマンと言います。はい、はい、いただきます。店の名前の由来になっているお酒。なるほど。この日本酒が、あの悲願さんっていうそのお店の由来になってるんですか。そうです。おお。あの一方的な私の片思いです。どちらのお酒なんですか。これは新潟の村上の。あ、そうなんですね。いただきます。またエリちゃんが。着物を収入の扱いを習いたいと思ったきっかけっていうのは、でも一番のきっかけはやっぱり雪先生に出会ったこと。雪先生も二度と抜けられない。その後ずっとそんなこともない、何かこう着物を習いたいなとか思ってはいたんですけど、まあ、まあ自分にはちょっと縁がないなとずっと思っていて、で、今あるきっかけで、美味しい先生を聞いたときに、まあ、最初はちょっと女優さんだと勝てなくて、でもないと思ってたので、ちょっとお話しかけたら、なんか焼き物の先生を聞いたので、これはもう絶対このタイミングで習わないともうないなと思って、ね、でもその後にね、ニューヨークファッションウィークに行くために着物を買って、これで本当にそのままというかちゃんと着れるようになり、向こうでニューヨークで着物を着てちょっとこう歩いたそうね。その年収で我慢満足できる時があって、それが場所に行くんですけど、その時にニューヨークで着物を着て絶対かっこいいなと思って。そうよね。爪で練習していた。そう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 。一人で着るのやってますもん。見たところだね。で、もう場所なくなって、もういろんなところにカメラマンがいて、写真撮ってもらったりしましたし、すごい注目されて、すごい。あ、すごい。お話の途中なのに、日本酒が美味しいね。ちょっとお前が美味しいと言ってしまいます。昼間から右側からですね、はい、あの水ダコのアブリエスで、手前がヤリイカで、はいはい、ヤリイカの後ろにタイラガイで、タイラガイの後ろにアカガイで、その左手がインドマグロ
で、インドマグラの上に、マハタ、はいはい、マハタがあって、その左手にシメサバで、最後に、リタリハギが、これは岩手県のイワシです。続けてこちらをいただきます。日本酒割烹さんなので、お酒も本当に美味しいです。これは稲庭うどんですね。こちらのお出汁は、和風だしに、はい、鹿児島の黒豚を使って、つけ麺、はい、いただきます。美味しそう。鹿児島の黒豚にこの柚子胡椒がよく合うかと思います。ちょっと召し上がってから入れてみてください。東京じゃないみたい。なんかいい感じにお散歩してます。神社に来てます、お天気も気持ちいいし、すごいな、気持ちがすっきりしますね。お参りしたいと思います。かゆわいお散歩して、えりちゃんと素敵な、なんかこう花のいっぱいあるお店に入ってお茶してます。えりちゃんの方はなんだっけ、バラの紅茶か。私のはなんと着物という名前のお茶でございます。というわけで、今日はですね、六本木の和食のお店から始まり、本当にちょっともううろちょろしまして、ずっとお散歩して、どこだっけです、なんかこうね、庭園みたいなとこ行ったりとかしつつ、そうね、そうしつつ、乃木神社とか行ってお参りもしながら、最後は赤坂まで歩いて、ずっとお花に囲まれてお茶をしておりました。楽しかったですね。またちょっとくらりしましょうね。はい、ではでは、ごきげんよう。じゃーん、いただきますではなく、サンプルです。じゃーん、これもですね、私のコレクションでございます。食品サンプルがそもそも私はすごく大好きなんですね。ちっちゃい頃からお店に並んでいる食品サンプルがものすごく欲しくてですね、すごいこういつも眺めてたんですけれども、というわけでまたこの新しいコレクションが増えてしまいました。ガチャも好きだけど
こういう食品サンプルも大好きで並べて楽しんでます。ではまた来週。